はじめまして、スペインの皆さん、トルドアクション映画祭の皆さん、浅野勘介と申します。この度は主演映画賞本当に、ありがとうございます。もう本当に、一人にこれは僕というよりは、一緒に、作ってくれたクルー、そしてその環境を整えてくれたスタッフだったり、あとは共演者、何よりやっぱ一緒に、やらせていただいたシェイン小杉というのは本当に大きな存在で、やっぱり僕はみんなに支えられて、こういう賞をいただけたんだなというのを本当に、痛感しております。何よりもこの映画祭初めてということで、それに、僕が主演賞をいただいたというのは本当に光栄なことです。そして、まあ、アクションが大好きで、僕は小さい頃から、まあ、ジャッキー・チェンが好きだったんですけど、そこからいろんな出会いがあり、そしてアクションというものを今でも大好きで、とことん極めていきたいと思っております。まあ、今後とも日本、そしてシークですね。このシークというのも本当、まあ、今でも起こりうることだとは思います。日本という国にしてますけども、これは各国、世界各国で起こっている問題も、人間関係、人間模様を表しているものになります。それが、アクションというものが、表現の一部として、皆さんに伝わりやすいものとして、見やすく、そして感動できるもの、これが僕はジャッキー・チェンから学んだその好きということにつながっていると思うので、作り続けて、もっともっとシークを広げていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、最後に本当にアクションというものを盛り上げたいという思いで、僕も日々過ごしてるんですけども、それを、ね、こんな形で、出会いをまたさせていただいたことに本当に感謝しております。スペインの皆さん、あとトレドの皆さん、今後とも健康とあと繁栄を願っておりますので、これからアクションを盛り上げていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ではこの辺で、はい、浅野勘介でした。よろしくお願いします。